ジョージ・ガモフは、ロシア帝国領オデッサ生まれのアメリカの理論、物理学者、アレクサンドル・フリードマンの弟子。1928年、レニングラード大学を卒業後、ケンブリッジ大学へ移籍。後、コロラド大学に移る。1928年に、放射性原子核のアルファ崩壊に、初めて量子論を応用し、それが、原子核の周りのポテンシャル兵器を、アルファ粒子が、 トンネル効果で透過する現象であるとの理論を立てて、それまで実験的に知られていたガイガーヌッタルの法則を導いた。1934年、ジョージ・ワシントン大学教授に就任。1948年には、ラルフ・アルファー、ハンス・ベーテとの共同論文で、宇宙の各反応段階に関する理論、いわゆるアルファ・ベータ・ガンマ理論を発表した。このうちベーテは、実際には、 この研究に全く絡んでいないが、ガモフがベータに当たる人が入ればゴロがいいと考えて、彼を協調者として引きずり込んだものである。この理論は後に、林中四郎によってその中の一部の誤りが指摘されたため、林の名を入れて、アルファベータガンマ林の理論と呼ばれることもある。また同年、アルファベータガンマ理論をもとにして、火の玉宇宙というアイデアを発表し、 ジョルジュルメートルの提唱した膨張宇宙論を指示、宇宙背景放射の存在を予言した。彼の予想値は 5K であったが、測定の困難さから実際にこれを検出する努力はなされなかった。当時の科学界ではビッグバン理論と定常宇宙論とが対立する構図になっていたが、1965年に偶然に約 3K の宇宙背景放射が発見され、一躍その優位が、 確定的になり、現在では、標準的な宇宙理論として受け入れられている。1950年代には、生物学、特に遺伝情報に関する研究へ傾倒した。彼が、ジェームズ・ワトソンに働きかけ、フランシス・クリックや、リチャード・ファインマンらと1954年に結成した、社交クラブ、RNA 体クラブは、研究者同士の交流や、創造的なアイデアの発想の場となった。 彼自身も DNA の遺伝情報について塩基配列3つの組み合わせがタンパク質のもとであるアミノ酸の情報となると予想し、子供研究の講師となった不思議の国のトムキンスなど一般向けに難解な物理理論を分かりやすく解説する啓蒙書を多く表している。ガモフは1968年に休止するまでコロラド大学で教弁を取ると共に著作を続けた。 同大学の物理学科の塔には、ガモフの名が付けられている。1971年、P プロダクション制作の TV 特撮番組、宇宙エンジン、ゴリの主人公ヒーロー、ガモフジョージは、ガモフの名をもじって牛を掃除が付けたもの。W.H. ブラックの研究室メンバー、右端、パイプを加えている人物が、ガモフ不思議の国のトムキンス太陽の誕生と、 七球の電気原子の国のトムキンス原子力の、話宇宙の創造生命の国のトムキンスがつぶつりの、電気族、太陽の誕生と、シトムキンス最後の冒険我が世界線イコール、カモフジデントムキンスの冒険太陽と月と地球と、宇宙イコール1、2、3、無限大物理学の探検。ありがとうございます。